アメリカのサービス業の景況感を示す9月の ISM 非製造業景気指数は52.6と2016年8月以来およそ3年ぶりの低水準となりました。指数は前の月より3.8ポイント低下し市場予想も下回りました。事業活動と新規受注が大きく落ち込み全体を押し下げました。ただ、業況が悪化したと答えた業種は前回から増えたものの18業種のうち4業種にとどまりました。 発表元はサービス業は緩やかながら拡大を続けていると分析しています。